はい、稽古物の創業を展開しております合同会社おもてなし便、代表社員の椎野義晴です。本日はですね、弊社の、お試し、横乗り体験にですね、乗ってくださっている、ご応募していただきましたゆう、さんのですね、インタビューをですね、何回かに続けてお送りしております。はい、ということで、ゆうさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ですね、今回のインタビューはですね、他の求職者の方へ、一言ということなんですが、はい、お願いいたします。はい、はい、そうですね、この軽貨物って仕事はですね、あれと年齢いっても定年もない仕事ですし、うん、そうですね、まあ、老後今考えた先行き、まあ、変な話年金もらえるかどうかわからない時代ですし、うん、そういった意味では何でしょう、我々にとってはすごい年寄りってまだ年寄りではないんですが、高年齢の方には本当非常にいい仕事ではないかなと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、本当に定年も、年齢も全て不問ということでですね、募集しておりますので、ぜひ皆さんも体験していただけたらと思います。はい、最後にですね、ズバリやるかやらないかという、質問に移らせていただきます。はい、お願いいたします。はい、ぜひやらさせていただきたいと思っております。ありがとうございます。皆さんですね、このインタビューで聞くと、やりますって言うんですけど、実際それでも、やってない方もいますんでね、まあ、その辺は、まあ、何でしょうか、インタビューだから言ってくださるのかわからないですけども、まあ、でも今回のゆうさんに関して見たらね、非常に前向きに考えてくださっているということで、一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ゆうさん、一日、同乗していただき本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。インタビューのご協力どうもありがとうございます。はい、はい、ではですね、こちらで、ゆうさんのインタビューは終了いたします。はい、で、お仕事のご用命、ドライバースのご応募ぜひですね、お気軽にお持ちの C 便、 C 名の携帯までお気軽にご連絡いただけたらと思います。090-1996-4638、 090-1996-4638、おもてなし便 C 名の携帯までお気軽にご連絡よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。